マリサの原産国は、フィリピンです。いやいや、私は純国産だからな。って、私はバナナじゃねえし。今回はマリオ3のコースだね。コースのタイトルにも書いてあったが、確かに原作っぽい感じだな。こういうコースって、楽な気持ちで遊べるからとっても楽しいよね。そうだよな。鬼畜コースは、それはそれで面白いけど、そういうコースばっかりだと疲れてしまうもんな。ハテナブロックの中には、葉っぱだね。助走をつけるとこはなさそうだし、ここから飛んでみるんだぜ。あ、なんだか下の土管怪しくない？確かに。正解は右だろうけど、一応行ってみようぜ。この尻尾状態だと、落下の微調整ができていいよね。マントやプロペラよりも、簡単に調整することができるよな。おお、なんだかここも原作っぽくていい感じだよ。ふむ、中身はファイヤーフラワーか。尻尾の方が好きだけど、この先でファイヤー使うのかな。あ、やばい、マリオメーカーは、パックン出てくるの、少し遅いんだよな。ファイヤーじゃなくなっちゃったけど、大丈夫かな。ここは、さっきのとこか。今度は右に進んでみます。ワンワン2匹が、お迎えしてくれてるな。うちのワンコシリーズの動画も、どうかよろしくお願いします。我が家に来たっから、1歳の誕生日までの様子をまとめた動画がおすすめです。ちゃっかり宣伝しちゃったけど、大ジャンプしてハンマーブロスも倒したよ。靴を奪ってブラックパックンの上を進んだら？はい、ゴール。最初から最後まで、本当に原作にありそうなコースだったな。このくらいの難易度だとサクサクできるし、とっても楽しかったです。では、いいねして次に行きます。続、森式スピードラン。今回のコースは、50秒か。まずはバネに弾かれてスタートダッシュしてからの、3段ジャンプ。スピランコースにツタがあるなんて珍しいな。階段状になってる落ちる床を降りていくよ。突き当たりには赤コイン、そしてそのままバネの反動で戻って壁ジャンプ。あ、ミスった。天井が低いから当たらないように注意が必要だな。はい、戻ってきました。さっきの青いリフトがワンワンを持ち上げてくれてるから、その下を走り抜けていきます。ここで唐突に登場、久しぶりの七光。まあ、あんな七光には興味ないからスルーしていくんだけどね。赤コインを取って、タイミングよくまたリフトに乗るのか、難しいな。何回か失敗しちゃったんだけど、下からジャンプすると飛び移りやすかったです。あ、パウブロック必要なのね。きっとスルーしたハテナブロックの中だな。はい、戻ってきました。なんだか、変なリフトの乗り方してますが気にしないでください。このパウブロックのあったハテナブロックを叩くの、結構難しかったです。あのリフトに乗るだけでも難易度高いもんな。なんかいろいろあったけど、落ち着いて鍵をゲット。お、霊夢にしては落ち着いてるな。もうやり直したくないからね。残り時間少ないぞ、急げよ。なんじゃこりゃではでは、ゴールまでのシーンをノーカットでお届けします。私たちも少し黙ります。はい、というわけで、なんとかゴールできました。ブックマークで検索すると、まだまだスピランコースあったのでどんどんやっていきたいと思います。もちろん視聴者様のコースもまだまだ募集してます。本日もご視聴ありがとうございました。